こんにちは、フェルナンドこと竹谷です。よろしくお願いいたします。写真はすべて私が撮影したものです。南イタリアの旅を発信中でシチリア10日目です。昨日欠航したストロンボリ島行きですが、今日は運航しています。一泊の予定だったストロンボリ島は約2時間の滞在となってしまいました。そしてリパリ島で一泊します。それではどうぞ。1月27日日曜日、離島を巡りにスーツケースは邪魔なので車に置いていきます。昨日は欠航でしたが、今日はストロンボリ島まで行けそうです。この切符を手にするまでどれだけ苦労したことか。ストロンボリ島行きの高速船は水中浴船です。一番前の席を陣取ります。7時20分出港します。ミラッツォの街を船上から望みます。昨日行ったミラッツォの岬です。エオリエ諸島は7つの島からなっています。船はリパリ島、ブルカーノ島、サリーナ島、パナレア島、ストロンボリ島と巡っていきます。ブルカーノ島を横目に、船は最初にリパリ島に向かいます。リパリ島に着岸します。まずストロンボリ島に行くので下船しません。ミラッツォから約50分で到着しました。リパリ島はエオリエ諸島で一番大きな島で、乗降客も多い。次がブルカーノ島です。一度戻る格好になります。再度リパリ島の沖を通ってサリーナ島に向かいます。サリーナ島を後にします。5つの島を順番に回っていきます。ストロンボリ島が見えてきました。三角の島影です。右の島はパナレア島です。あと1時間です。パナレア島に入港します。今9時半です。船の下に翼があるので、突き出た桟橋に止めます。一路船はストロンボリ島へ。あと約30分です。ストロンボリ島は噴煙を上げています。ストロンボリ島に着いたのですが、ジノストラというところで、ストロンボリとは島の反対側にある港です。何か見えます。岩山の上に灯台があるストロンボリッキオ島です。10時15分にストロンボリに到着しました。ミラッツォから約3時間かかりました。取材の人も来ています。昨日の欠航でストロンボリ島での滞在は1泊の予定が約2時間となりました。ここは世界遺産の島です。エオリエ諸島として登録されていますが、特にこのストロンボリ島は今でも噴火を繰り返しています。周期的にマグマを噴出するその様は、ストロンボリ式という噴火の種類を表す学術用語になっている。海岸の砂浜は黒色です。島の形は角張っています。とりあえず町の中心に行ってみます。山からたまに黒い煙を吐きます。展望台に出ました。ストロンボリの町とストロンボリッキオ島です。狭い道が島の情緒です。山を見上げると定期的に黒い煙を吐いているかのようです。ストロンボリから少し歩いてピスシタの地区に来ました。昨日予約したのはこの辺りの宿です。津波の文字がある。山に登るとかするのでなければ約2時間の滞在でも雰囲気を味わえます。11時50分発の船に乗ります。来た時の船がそのまま停泊していました。船はパナレア島からサリーナ島を立ち寄り、私はリパリ島で下船します。
写真はミラッツォからずっと一緒だった船員さんです。ここはルンガ港と言います。あの小高い丘あたりに見どころが集まっているようないるようなので行ってみます。お城があります。お城のすぐ脇にケーキ屋さんがあります。おいしくいただきます。城壁をくぐります。まるで切り取った絵のようです。夏に来ていたら泳いでいたかもしれません。空と島と海、もう何もいりません。崖の上に城壁は形作られています。紀元前の遺構もある。大聖堂でこの町一番の建物です。その前の道が下へと続く階段になっている。そのまま下っていくとコルタ港に出る。港と先ほどの城塞です。満潮時は上の道を利用するのだろうか。石がゴロゴロしていたりタクシーのマークがあったりとよくわからない場所です。リパリ島のメインストリート、ビットリオ・エマヌエーレ通りです。船がついたルンガ港と城塞のあるコルタ港を結ぶにぎやかな通りです。今日利用した船会社ウステカラインとこのシレマール社が主な離島の足です。宿は浜からすぐです。広い庭にプール、そして先ほどの城塞と大聖堂が見えます。お部屋はリゾート風です。宿でもらった地図が分かりやすい。裏門から出ると浜は目の前です。リパリ島に夕暮れが訪れます。夜になるとビットリオ・エマヌエーレ通りは歩行者天国となります。今日のレストランは宿で紹介してもらいました。25という名前です。まずワイン。前菜は野菜のパイ包みです。メインは肉でレアでいただきます。これが美味しい。魚類は置いていません。この店のオーナーです。今日の支出はワインも入れて30ユーロでした。エオリエ諸島を巡る旅、いかがでしたか？次回はブルカーノ島を見学してイタリア本島で泊まります。土日を除く平日の夜9時に更新しています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。